ただいま。やっぱり。疲れた。疲れた。めっちゃ疲れた。そんな疲れるの？疲れるよ。やだ、今日スイミングだわ。なんだこのソファ。何？てか何食べてんだよ。パン、パン。見ればわかるよ。じゃあ聞くなっていう話だろ。バン。なんだその体勢。ん？お前小学校でもそうやって食べてんのか、そういう体勢で。ん？小学校君もだ。君も、あ？机なければそうやって食べるのか。うん。ちゃんとしなさい。うん、ちゃんとしなさい。早く、ほら、ほらほらほら、ほら、見てこれ、ちょっと、後ろ、テーブルで食べなさい。ちゃんとしてソファーで物食べるもんじゃないんだ。わかったか。ほら、いい椅子があるだろ、ほら。ね。ふざけてんのか、バカにしてんの、人。ほら、姉ちゃんの真似すんだよ、これ。ん？これダメだろ。1、2。1、2じゃねえよ、バーン。今日二人で帰ってきたのか。うん。お前、なんて言った、お前。あんって言った。あん。なんだ、これ。もう一回言って。今日二人で帰ってきたのか。あん。あの、いい加減にしてくださいよ。ん？口悪すぎるね。あん。あん。パコパコにしてるっしょ、完全に。ね、ああね、完全にバカにしてるでしょ。うん、うん。だからもうそれやめなさい。スイミングどうなのお前たち。めんどくさいでしょ。めんどくさい。ね。うん。うん。わかるよ。だってお前たちやりたいって言ってやったわけじゃないでしょ、だって。うん、うん。ね、やめれば。いいの。お前さ、本気でいいのって言ったな今。でもお前たちのためになるからっていうことであれでしょ。お前たちも最初でもやりたいって言ったんじゃねえかったっけ。え、言ってないよ。今はあれだけど、言ったけどさ、うん、もうやだ、ちなみに言ってないよ。ちなみにやだって言ったんだけど、レミがいいじゃんって、やだって言って。何が嫌なの？めんどくさいだけ。そう、遊べないから。ちなみに臭いんだけど、遊べないから。いいじゃんって。遊べないからか。うん。今日金曜日だから、エナのご飯だね。うん。エナのご飯って言ったら思い出した。何？リクエストは？そうだったね。もう金曜日だね、そういえば。考えてないよ。なんか食べたいもんないの？こういうの食べたいとか。じゃあ、レミとチナだらしないから、レミとチナはいらない。なんで？っていうことにするわ。なんで？ん？だらしないんだもん。いや、だらしないからって。なんで？ほら、レミのその。せだらしないよ。何が？そのさ、裸のままで。何？いいやん、別に。だらしねえ、ほんと。裸で。うん。ちゃんと服着て。それで、いや、裸っていうか上半身裸でしょ。なんで？上だけ。上だけって下も裸じゃん。いや、下パンツと靴下履いてるじゃない。今日パパリは休みだからリフレッシュ してるんですよ。リフレッシュっていうか踏み台昇降やったんで、ただ、ね、いつもの姿ですよ。ダメですか？何よ、裸だから言ってんだよ。そうだよ。え？裸だから言ってんだよ。お前も白目になったぞ。もう一回言ってみ。なんで、まあちょっと微妙だったね。裸だから言ってんだから。え？裸だから。いや、裸じゃあ着ればいいんだろう。うん、着ます、すみません。います。私が悪かったです。はい、やっと服着た。服着たよ。これどうすんの、これどれ、これ誰食べたの？レミ。うん、チナだよ。いや、レミだよ。チナチョコ。レミだよ。なんなの、お前たち。誰食べた？レミだよ。レミ。チノだよ。レミだよ。チノだよ。レミだよ。レミ。チノだよ。レミ。いいから。そしてこのゴミ、捨てなきゃいけないだろう。こ
これにゴミ投げて。パパはやらねえよ。ほら食べた人、これに入れるだけでいいから、ほら袋に。お前かよバカ者が、嘘ついたな。おもしけキスジェケアワジェケ。なんで嘘つくの？なんで嘘つくの？嘘ついたらダメなの？ダメだよ。なんで？え？なんで？いいの嘘ついても。嘘つくことはいいことなのか？うん、悪いことだけど。じゃあなんでお前は悪いことしたのか。じゃあ平気で。うん。うん。お前たちなんでパパにそうやってパパをいじめるような言葉しか言わないの。好きだからでしょ。好きじゃないし。うん。嫌いだし。好きでしょ。ね、今日だからパパ帰ってきた時嬉しかったでしょ。あ、パパもお前たち帰ってきた時パパいて嬉しかったでしょ。うん、別に。え？別に。逆に落ち着いて嬉しかった。あ、オデッセイいるイコールパパがいると。いや違うにゃ。何なのよ。じゃあただオデッセイって嬉しかっただけ。オデッセイいたからって、あの乗れないよ。だって鍵なければね。パパが鍵持ってんだよ。あれパパの車って言ってもいいぐらいだから今、ね、パパの車じゃないよ、オデッセイ車。お前だってさ、オデッセイのボディが今綺麗に保たれてるのはなんでかわかる？洗車したから。そう、なんでわかった？今日洗車したんだよパパ。ちょっと来てみて。今日はあのコーティングっていう、あのツヤツヤになるのはちょっとこの間やったのでやってない。あ、奥さんやとうね。見てこのツヤ。普通ツヤ、このツヤ。あ、触るなよお前。絶対触るなよ。この汚さ。触ってるね。なりません。触るなよ、絶対触るなよ。ねえねえ、ちょっと自転車乗ってみていい？自転車、うん、なんでちな、お前自転車はない。え？ない。ないじゃなくて乗れるのか。乗れんで。やばいね、1年生で乗れないかもよ。乗れる。ちゃんと練習しないと。みさもんとっくに乗れてるよ。滑り、イエーイ。行ってまった、ほら。何やってんだお前。ちなに乗らしてみん。バランスがいい。大きいからね。絶対乗れねえから。一人で乗ってみて。うん、乗れねえよもう。一人で。今日だけ練習する時間ねえぞ、スイミングの。バランスがいい。え？ほら、無理だろ。やめなさい。はい、さあ、家に入るよ、ほら。もう準備しにやまいんじゃねえの。宿題もないしね、今日。うん、うん。レミ宿題な。レミっていうか、みんな宿題ねえから。ちなみに、今日、どうすんだろう。な、レシピ考えてんのかな。考えてんじゃないの？知らないけど。リクエストって言ったやん。多分考えてないかも。リクエストって言ったから。でもリクエスト昨日のうちに出さなきゃいけないよな、うん、だってエナ書いてくるの何で出して。だいぶ遅いよな。レミ虹はどうだ。うっさいんだよこの家。やそれ、ね、しかもおデブだし。何ちなってのでおデブちゃんなんだよ。違いますね。おデブちゃん、おデブちゃん、やめなさい。おデブとかね、おデブちゃん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 、ね。お前たち仲いいくせに。ナチ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 。ねえ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 。あれ？エナ入ってきた。ちょっと。あれ早いな。あ、今日、あ、そっか、今日何もねえんだべ。今日レシピ決まってる？やっぱりどうしよう、ちょっと。どうしよう。リクエスト、リクエスト、リクエスト、リクエスト考えろ。いますね。今日さ、早く、何でもいいから言う。思い浮かばない。シナ。唐揚げ。この間やったの。学校でさ、ハンバーグとか作るかなとか思ってた。学校で？学校で、考えてたのってちょっと。あ、考えてたの学校で。ハンバーグとか作るか。あ、それもハンバーグって言うとして。
嘘つくんじゃねえ。え、本当だよ。ちなはハンバーグ考えてたみたいな、学校で考えてたみたいだよ、授業サボって。え？唐揚げが良かった。唐揚げ、これもうやったじゃん。ハンバーグお前好きでしょ。お子様ランチにいつもついてくるやん。うん。お子様じゃないのにね。好き。うん。じゃあハンバーグでいいんじゃないの。ハンバーグ。ハンバーグ。ハンバーグでお願いします。分かった。てから授業サボったの。え、嘘だよ、冗談に決まってるだろ。何ハンバーグなんだろう、楽しみだろ。チーズハンバーグ、絶対チーズだよ、タテナ大好きだもん。ああ、二人ともチーズと予想する。パパもエナチーズ好きだからチーズじゃないかとは思うけど、あえてキノコじゃねえかと思う。キノコハンバーグ、おー、それいいね。けど、スイミングパパ送るか。なんで送って、ほら、シノワを送ってって言う。じゃあ、レミ一人で行く、バスで。レミやら行きたくない。シノワも行きたくない。ダメだ、お金かかってんだよ。ダメだよ。じゃあパパ乗っけて行ってあげるから、あのピカピカのオデッセイで帰りでバスで帰ってくれ。いいね、ね。オデッセイで行く、レミオデッセイで行く。そう、何時からだっけ、何時に出ればいいの。何時まで行けばいいんだっけ。何時まで、30ん30分だって。おい30分、おい30分、ちょっと30分って何時何十分？知らない。おい、お前ら4時半だろ。ちょっと待って、スリー、準備して、早く早く早く。え、4時半、もう4時半だよ、バカじゃないか。ちょっと4時半、おい、まさか今日スリー、早く準備しろ、パフォー準備しなきゃいけない。急げ、早く急げ、やばい。もう終わりだ。こっち遅刻じゃねえ。ごめんな、ぶれてしまった。遅刻、遅刻だ、もうごめんな。シートベルトして。別にいいよ。もうバス出てないんだべ、来ねえんだべ。うん。すいません。やばい、めっちゃ心臓ドキドキしてるんだけど。え、なんで。あ、ごめん、おい、すいません。先生に怒られそうで。すごい静かだね、今エンジン変わってんだよ。うん、うん。ねえ、ちょっと待ってよ、めっちゃ嫌だ。ごめんなさい、休みたかった。すいません。スイミング始まってるって、絶対多分。ごめん、でも前も遅刻したことあったでしょ。うん、その時どうだった。怒られなかった。今日大丈夫でしょ。ねえ、うん、前は遅かったけど40分くらい。あ、40分、今日より遅い時もあったんだ。うん、絶対大丈夫だよ。ね、なんで、ね、でも、もう始まってるかも。うん、始まってるけど大丈夫だよ、途中参加でいいやね。今バス来たね、大丈夫やん。よかった、うん、よかった、よかったね。うん、うん、頑張って、ギリギリ頑張って、うん、うん、頑張れ。じゃあね、バイバイ、うん、帰り気をつけてな。バイバイ。バイバイ。